はいどうも、ダウギターチャンネルの山本です。今回は無料で使えるメルダプロダクションの M コンプレッサーを使って、基本的なコンプレッサーの使い方とその特徴をご紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。はい、今日ご紹介する、メルダプロダクションには M フリー FX バンドルといって、無料で使える37個ものエフェクトがバンドルされたものがあります。で、まあ、ここにアップグレードプライス5923円って出てるんですが、これは、5923円を払うことによって、自分のプリセットをセーブできたり、サイズを自由に変えたりするという、まあ、機能制限が外れたりするための価格です。で、もちろん払わなくてもプリセットのセーブや、サイズを変えたりっていうことをしなければただのまま使えます。で、入ってるエフェクトの方は、まあ、こちらに見られるように、現在ですね、37個のプラグインが入っています。これで詳しくは、ホームページを見ていただければわかるんじゃないかなと思いますので、ぜひ覗いてみてください。このメルダプロダクションなんですけれども、一度登録したものは無料、有料に関わらず、一生バージョンアップが無料です。そして新たに開発されたエフェクターもバンドルの中に含まれたりすると、またこれも無料で追加されます。ですので一度買ってしまえば、ずっとですね、会社が潰れない限り一生無料で、バージョンアップも、使い続けることもできるということになっています。今フリーのソフトの方にもこの新しい M チャームバーブというリバーブですかね、これが、無料の部分が追加されています。では今日使う M コンプレッサーの項目を見ていきましょう。まずはですね、入ってくる音量を決めるインプットですね。で、最終的な出音の音量を調整するアウトプットで、コンプレッサーには欠かせないコンプレッサーがかかるまでですね、音が入ってからかかるまでの時間を決めるアタックタイム、そして、コンプレッサーがかかった後ですね、切れるまでの、コンプレッサー効果が切れるまでの時間を設定するリリース。そしてですね、このコンプレッサーには RMS 機能といって、入力音量を平均化する機能がついてます。で、それを計算する時間ですね。が、今、デフォルトですと、1ミリセカンドになってるんですが、これ0にしてあげると、ピークモードに切り替わります。そして、この音量を超えたらコンプレッサーかかりますよというのを設定するスレッショルド。ちょうどここの図で見るとこの赤いラインが見えるところですね。これがスレッショルドになります。で、圧縮率を変えるレシオ。これが今 1.41 ですんで、なだらかなんですけれども、これ値を上げていくとこういう風にカーブがきつくなっていきます。で、このスレッショルドの値を超えたところからコンプレッサーがかかるという風になっています。そして、この、カーブですね、のかかり具合、かかり始める具合ですね、を変えるのがこの2モードになってて、ハードはもう超えた瞬間にパキッと、コンプレッサーがかかります。で、リニアの場合は少し、超える前からかかり始めて、しばらくは緩い感じでまたここで少し変わるという感じになります。で、ソフトは全体的に緩やかな感じで、カーブがかかっていくという感じになっています。でですね、リンクモードですね、にすると、これ右と左のチャンネル、LR のチャンネルとか、あとミッドサイドとかの設定をリンクすることができます。モードの切り替えはここですね。ここで LR だったり、レフトだけを設定したり、ライトだけを設定したりとか、あとサラウンドの設定をしたりとか、いろいろ選べますので、こちらで必要な項目を選んであげてください。でですね、マキシマイズトゥゼロデシベル。このスイッチを入れると、基本的にゼロデシまでマキシマイズがかかったような状態でコンプレッサーがかかります。で、カスタムシェイプは割と自由にカーブが描けたりします。またプリセットの中にも少しですね、変わった、カーブのものがあったりしますので、これらを参考にして、
面白いね、コンプレッサーのかけ方なんかを研究してみてもいいかなと思います。でですね、この今見た目もですね、今、セッティングの方で、ウッド調を選んでるんですが、スタイルを選ぶといろいろですね、見た目もですね、こんな感じで色を変えることができます。好みの色で、作業してあげるといいんじゃないかなと思います。そしてデフォルトで開いた場合は、ここにメーターがあって、インプットメーター、それとサイドチェインですね。別の音源からの音量に対して、かかるサイドチェインですね。のメーターがここにあります。そしてアウトプットゲイン。アウトプットのチャンネル、メーター。で、ここに、ゲインリダクションの、レベルメーターがあります。でですね、非常に、メルダプロダクションのやつは便利なのがオートゲインコントロールがついています。ですので、まあオートゲインコントロールを使って、音量を設定することで、バイパスした時ですねとエフェクトがかかった時の音量をなるべく同じにすることが自動的にできます。で、もしものためですね、音量が上がりすぎてちょっと機器にダメージとかを与えないようにするためのリミッターなんかもここに入ってます。で、プリセットが8個までですね、切り替えが設定ができますので、パッパッと切り替えて、どれがいいかなというのを選ぶこともできます。ではですね、実際に参考の音にコンプレッサーをかけながらどういう風に設定していくかっていうところを説明したいと思うんですけれども、結構コンプレッサーって音が変わらない、まあ極端にかければ変わるんですけど、まあ歪んだりとかエコがかかったりとかするわけではないので、効果が分かりにくいエフェクターの一つなので、特に初心者の方分かりづらいと思います。で、どうやって値を設定していいのかも分からないというパターンがあると思います。で、結構悩むエフェクターの一つですよね。僕も未だに悩んだりするんですが、このメルダの、M コンプレッサーを使うと、それがだいぶ、視覚的に、決定することができますので、非常に便利かと思います。で、今回はですね、こういう感じのギターのカッティングを、ご用意しました。で、結構音の間も開けて、コンプレッサーのかかり方が分かりやすくなるようにしてあります。ちょっと聞いてみてください。はい、こんな音源です。では音源を鳴らしながら設定をしていきたいと思います。では先ほどの音源もう一度鳴らしますね。はい、そうするとですね、この音量のバーですね、左右に動いているのが、この赤いラインのスレッショルドのところに届いてませんので、こちらのゲインリダクションのメーターも一切動いてないですよね。この場合はですね、いくら設定しても、コンプレッサーがかからない状態です。あと気をつけなきゃいけないのは、レシオが1対1になってると、これもコンプレッサーがかからない状態になりますので、お気をつけください。ではですね、まず、ちょっとレシオは今のところ4対0ぐらいにしておきますね。で、スレッショルドを設定していきましょう。この赤いバーをですね、マウスで持っていきますが、ゲインリダクションがですね、だいたい3から6ぐらいの値を目安に、あとは好みで、決めてみてください。はい、これぐらいですかね。また後でですね、アタックタイムとリリースタイムを変えるとですね、ここもまたちょっといじんなきゃいけないので、とりあえずですね、今はこれぐらいにセッティングしておきます。はい、では次にですね、アタックタイムとリリースタイムを設定したいんですが、ここが結構皆さん悩みどころだと思うんですよね。いくらにセッティングしていいのか。まあ、基本的には耳で聞いて、いい感じのところに持ってくる。ですが、なかなかその耳でっていうのも難しいところなんですよね。
で、これを可能、視覚的に可能にしてくれるのがこの M コンプレッサーについているアナライザーになってきます。で、メーターのこの部分のこのボタンですね、これを押すとここがアナライザーに変わります。でですね、このアナライザーがセッティングがいろいろできまして、表示する波形を選べるのと色も変えれます。例えば今入ってきている音量を見たい場合はインプットをつけてあげて、色もちょっと変えましょうか。ピンクかなんかにしましょうか。そうすると、これで今鳴らしてみますね。そうすると、はい、こんな感じでインプットレベルが入ります。そしてアウトプットレベルをつけてあげると、はい、こんな感じですね。ここが、この部分がリダクションされてる音量差ですね、になります。またですね、これを波形表示もできますので、インプットウェブフォームと、はい、アウトプットのウェブフォーム。で、これ、色の濃さ、濃さというかね、透過率も変えれますので、こうやってあげると、また、見やすくなるかなと。色も変えておきましょう。はい。薄い緑の方がインプットの音量ですね。インプットの、ウェブで表示したやつです。で、濃い青が、アウトプットのウェブですので、まあ、結構リダクションかかってる感じが見えますかね。はい。こんな感じになりますね。また表示の仕方もですね、ここの、ステイティックモード、これ、切り替えることで、こういう風に流れるように、切り替わることもできます。では、アタックタイムの、設定なんですが、アウトプットの方ですね。これがインプットに対して、どのくらい潰れてるかというのをしっかりですね、かけたいときは、この部分が、この最初の音ですね、の部分がどのくらい潰れるかというのをアタックタイムを設定しながら、変えていきます。こうすると今、だいぶ短くしました。そうすると、最初のところが短くなったのがわかりますよね。逆にこれ、アタックを遅くすると、インプットとほとんど変わらない状態に変わります。この波形を見ながら設定してあげるといいと思います。で、まずはしっかり潰しちゃいます。でですね、この、コンプのすごいのは、アタックタイムを0にできます。ですので、最速0ミリセックということで、ウェブスの、L1 なんかよりも早いタイムで、コンプレッサーをかけることができます。はい、これも今最速ですね。ですので、最初の値、あの音が完全に、潰れてますね。はい。で、そうすることで、今、この状態で、頭が潰れて、ピークが割と平均化されてきてますよね。ではですね、次にリリース値を設定していくんですが、先ほどの表示ですね、アナライザーの表示に、ここのレベルディテクターという表示を足します。そうすると、どのくらいリリースがかかってるかと。コンプレッサーがかかりっぱなしになってるのか、音一個一個で、早めに切れてるのかっていうのが確認することができます。まずは、じゃあ、リリース値を一回ゼロにして、先ほどの状態で、表示しますね。で、これにレベルディテクターのスイッチを入れます。はい。そうすると、ここに、今少しオレンジ、ちょっと暗めのオレンジっぽい色で出ますよね。これが、リリースの具合です。で、ここの音量が下がった時にはもう完全に、オレンジの部分が下がってますよね。
ということは、これ、かなり、リリースはもうすぐ切れちゃってますよということになります。で、これをずーっと上げていくと、このオレンジのラインがだんだん広がっていって、はい、こんな感じで広がっていくのがわかりますかね。最大値にしてみましょうか。はい、最大値が1000ミリセカンドなので、1秒ですね。1秒間、コンプレッサーがかかりっぱなしになります。で、それがこの状態です。そうするとですね、まあ、ちょっと、コンプレッサーがずーっとかかったまんまになりますので、鳴ってる音も、なんか、こもってくるというか、そんな感じに聞こえると思います。で、これをですね、ちょうどいいぐらいのところを、この、メーターを見ながら、この辺で切れるといいんじゃないかなというところを探します。はい。次の音にはかからない程度に、短めにしていきますね。はい。これで、リリース値の具合と、インプットの音量で、コンプがかかった後の波形ですね。もう両方、全部見ることができます。で、ゲインリダクションボタン。これを入れると、はい。今ここにゲインリダクションされている部分の 音量が出ますが、アタック値とリリース値を変えたので、ゲインリダクションの値が最初の設定よりも大きくなってます。これ結構今大きいですね。はい。8.5 と大きくなってますので、またですね、これに合わせて、ちょっと、スレッショルドの値を変えます。うん。こんくらいがいいですかね。はい。はい。そうすると、こんな感じですね。ゲインリダクションの値が上で見えます。で、リリースとアタックの設定がこんな感じで。で、スレッショルドを変えましたので、インプットのフォームとアウトプットのフォームがまたちょっと見た目が変わりましたかね。で、リダクションされてる分ですね、音量が下がってるところを見るのは、先ほどのアウトプットとインプットに切り替えてあげてもいいと思います。はい。この部分ですね。この二つの差の部分が音量差になりますので、まあ、ここがなくなるように、アウトプットで調整をしてあげてもいいです。もしくは、オートゲインコントロールですね。これのセットボタンを押すと、所定の時間ですね、その音量を計算してくれます。セットボタンを押してみますね。音量は、この場合、ちょうど良かったんですかね。うん、音量変わってないですね。ちょうどいい感じで、アウトプットは00のまんまですね。これぐらいでいいよということですね。はい。ですので、今はだいたい音量差もなく、コンプレッサーがかかっている状態です。ですので、こんな感じでかけてあげるといいかなと。ではですね、先ほどのセッティングの状態でアタック値を変えてみるとアナライザーの表示が変わっていくので、まあ、そこもちょっと見てみましょう。今アタック値最速ですね。ですので、レベルディテクトの方も頭の部分でしっかり、かかってるのが見て取れるんですが、これアタック値ずーっと上げていくと、
はい。ディテクトの、レベルが、メーターがですね、頭のとこからずれてるのわかりますかね。当然、リリースは、ポンプがかかった後切れるまでの時間ですので、アタックが長くなるとコンプがかからない部分ができますので、これで、この部分ですね。コンプがかかってないので、当然ディテクトのメーターもずれた位置に行きます。最大まで上げてしまうと、完全にこれでコンプは頭の部分かかってない状態ですね。ですので、このディテクトのメーターを見ながら、まあ頭が、潰れてくれるぐらいの はい、タイムの範囲で設定してあげればいいかなと、まあ、もちろん最速でもいいんですが、最速だと潰れすぎるかなという時なんかは、これでいい値を見つけてあげるといいんじゃないかなと思います。はい。では、もう少しですね、リズミカルなカッティングに対して、かけてみたいと思うんですが、まずはですね、かかってない状態にしましょうか。バイパスで、かかってない状態の音がこんな感じです。では、これにですね、かけていきたいと思うんですが、だいたいメーターで見て3デシ前後ですね。はい、大きい感じで今設定しました。はい。でですね、グラフを切り替えて、レベルディテクターと、じゃあインプットのウェブフォームとアウトプットのウェブフォーム。ちょっと先ほどより音が細かいので、ちょっとぬるっとしたコンプレッサーというか、ちょっとリリースを遅めにしますね。こうすることですね、まとまりはかなり出ると思うんですよね。で、リリースが短いと、ものすごく、チャキチャキした感じになる。このチャキチャキした感じを少しぐるっとですね、まとまりを作るのがリリースですね。はい、これぐらいにしておきましょうか。ちょっとぬるっとした。で、音量差が結構カッティングで細かくありますので、まあ、アタックは早めに。してあげて潰してもいいですが、潰しすぎると困った感じになりますね。これも音を聞きながらですね。ある程度アタック感が出つつというところですね。このぐらいですかね。で、ゲインリダクションのメーターですね。こんな感じですかね。これぐらいですかね。試しにあとは2位を変えてみましょうか。ソフト2にしてみますね。ソフト2にするとですね、2位のカーブ具合もこちらの2サイズっていうので、こう変えていくことができます。こうするとですね、設定したスレッショルドを超える前から結構ポンプがかかります。こうで、ゼロにすると結構ハードミーと同じですよね、になります。なので、まあ、緩やかにですね、早めにポンプをかけるような感じに、ソフト2の場合できますので、
な使い方もできます。ではですね、試しにですね、同じような作業をですね、まあ一番有名な Waves の C1 コンプでやってみたいと思います。はい、先ほど僕ちょっと間違えて L1 って言ってましたね。 L1 はリミッターですね。C1 コンプです。C1 コンプの方で、ちょっとやってみたいと思うんですが、今レシオが1対1ですので、コンプがかかんない状態ですと、まあメーターは一応動くんですが、こんな感じですね。で、ここで、まずレシオを4対1にします。で、まあアタックタイムですね。今、先ほども3ぐらいでしたので、3ぐらいにして、リリース値を、そうですね、75ぐらいにしましょうか。でですね、この部分ですね、C1 で言うと。これ、下げていくと、ここで、リダクションメーターが動きます。赤いラインですね。これが、だいたい3デシから6デシぐらい。まあ、あくまで目安ですが、こんなもんかな。はい。こんな感じですね。まあ、この場合ですね、リリースをどうしようとか、アタック値をどうしようっていうのは、完全に耳で聞いた感じで、上げたり下げたり、しながら聞いていくわけですよね。ですので、本当に、音のイメージ、と耳頼りで設定していきます。あとですね、メルダの特筆すべき機能としてはですね、アップサンプリングですね。こちらがですね、なんと1024倍まで上げることができます。ただこの辺の512とか1024とかはもう本当現実的ではないです。実験したんですが、256かなぐらいで、もうコンピューターがギブアップしましたので、その辺までこの512とか1024とかは実際には、上げれないと思います。でですね、まあでも16とか32とか、まああと8倍とかは割とよく使う値だと思いますので、この辺のアップサンプリングを試してみるのもいいんじゃないかなと思います。またですね、当然、サイドチェーン、今、ね、よく使うと思うんですが、サイドチェーンで、他の楽器を、トリガーとして使って、コンプをかけるというようなことも当然できますので、この辺は問題なく、無料のコンプレッサーでもできます。ですのでね、見た感じのその、視覚的にアタックタイムやリリースを設定したりすることが結構容易にできる、非常に優れたコンプレッサーじゃないかなと思いますので、ぜひ、無料ですし、手に入れてガンガン使ってみてください。ということで今日はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。